父長がいるの脱力スカイリーム。さあ始まったけど、父長がいる早にえの脱力スカイリームでーす。前回ね、まさかの地下迷宮から抜け出せないっていうリバイバルをね、何度も発動したせいか、リバイバルが何度も発動したせいかわかんないですけど、全然脱出できなくてね。で、あの後ちょっとうろうろしたらね、板が何枚かあったところがあって、そこにレバーがあって、そのレバー引いたら、板が橋になってね、普通に出れました。そんな感じで、迷子になる早人ですけども、あんまりみんな気にせんとって、ちょっとクエストやね、とりあえずね。これね、ヘルガのディベラ像を盗む。有効とかはちょっと選べれないよな。マップ表示してほしいのにな。ヘルガの血とかわかる？これ。ヘルガ、オナーホールやって。ちょっとやばない？オナーホール。口に出したよね。オナーホール。あれ？なんか行かなあかんやつんち、なくない？ラグドゥ・フィフティーンにいる3人の店主がギルドと問題を起こし、ああ、ここなんか。いや、ないよ。マデシ市場の鍵。あれ？何？マデシは何？マデシは関係ないのか。ヘルガ、タレンジェイ、ベルシ。折れちゃった。ああ、しゃぶれるやん。いける。勘がすごいよね。こっちしかないか。売れるかとかは違うよね。あれ、ここじゃないんか、お店。ギフティーにいる。これ誰？売れるかはちゃうね。このお店の人ではない？ブラウンシェイ。なんかやってみた。ブラウンシェイ、自分ないもんね。P&バルブって聞いたことあるんちゃう？ P&バルブ。ちゃうな。ブラックブライヤー。ちゃうね。フローンシチア。泊まるところを探しているなら P&バルブに行ってみれば。ここは労働者の場所よ。そうなんすか。で、これね。オッケーオッケー。
しました。よし、バレてない。で、カレン・ジェイ、ベルシー、ベルシー、ちょっと一旦ヒルにした方がいいんかな。なんかそんな気がするよね。ツボとかはなんか目の前で割らん気が、割らんとあかん気がすんねんけどな。シャドル、T&バルブが入ってみよう。ここでその武器を使おうってんじゃないだろうな。いやいや、ちゃいますよ。あんたに用はないから、そこから消えてちょうだい。まらまる。あ、タレンジ、タレンジ。何の用だ。キーラバリどうやったんだ。数年前、リフ店に立ち寄った時に出会ったんだ。それ以来、彼女に首ってあげてね。実は結婚を申し込もうと考えている。ブラックマーシュでは伝統的に絆を誓い合う印として相手に一風変わった結婚指輪を贈るんだ。金の指輪はすでにあるんだけど、結婚指輪を完成させるためには傷のないアメジストが3つ必要なんだ。なるほど、見つけてきてやろうか。そう言ってくれるのを期待してたよ。こっちからお願いする立場ではないからね。ありがとう。1個は持ってるのか。結婚指輪に結婚を申し込む際、アルゴニアの指輪には傷のないアメジストが3つ飾られてなきゃいけない。そのうち2つは指輪に左右対称に入ってたら、何の用だ。これは結婚する男女ごめんな、ずっと喋らせてくれる。特に話すことは悪いが、他にやらなければならないことがあるんでね。トーラバン、盗賊ギルドについて。やつら外注、正真正銘のクズだよ。間違いなくやつらのせいでこの町は住むに耐えない場所になってしまった。嫌いなんや。ラットウェイでゴミにまみれて暮らすのがお似合いのやつらだよ。ラットウェイとは何だ。危険に満ち溢れた不潔で荒廃した水道のことさ。運河の近くに入り口がある。忠告しておくが、あそこには近づかない方がいい。盗賊ギルドの縄張りになっている。なるほど、キーラバに物事の取りをしてたんだ。あんたらのギルドの評判が下がるにつれて、確かに彼女は大胆になってきている。俺はそんなにバカじゃない。あんたらと争うのだけは避けたい。ならば彼女を説得して支払わせるのに協力しろ。今からあることを教える。ただしそれは彼女を思っているからこそだ。お前の行いを容認しているわけじゃない。キーラバにはモローウィンドー内の農場に家族がいる。そのことを知っていると言えば話を聞いてくれるかもしれない。なるほど。頼むから誰も傷つけないでくれ。それだけは耐えられない。わかった。どんなものを出すんだ。場合によりけり。飲みたいのか、食べたいのか、両方か。まあ別にいいっすわ。悪いが他にやらなければならないことがあるんでね。帝国に忠誠を誓っているなら特に話すことはない。キーラバ、酒はいける口だろう。どうだ。キーラバ、杖をかけて。それともお酒。まずはお金を見せてちょうだい。仕事を探してるんだ。何かないか。これを見て。市長の手下がここに来て手配書を置いていったわ。ほう、助かります。何か噂は聞いたか。アズラの祠について聞いたことある。噂ではモローウィンドから逃げてきたダークエルフが作ったそうよ。へえ。名所になっているわ。いや、なんかいろいろ聞くべきやね。やっぱり街に何か変わったことは。メイビングブラックブライアが蜂蜜酒の価格を上げ続けるなら、採算を合わせるために水で薄めざるを得なくなるわ。へえ。金を返してもらおうか。タスクなんかないわ。さあここから出てって。モローウィンドにあるあの農場に行くべきかな。どうして知ってるの。お願い、かけがえのない家族なの。傷つけるのはやめて。ならば払え。そうすれば忘れてやる。わかったわ。ほら、これをブリニョルフのところへ持って行って、もう迷惑はかけないからと伝えて。支援を求めてんのならいいとこに来たな。何、
さあ、しかしなんで少し笑って勝負する。最高だろ。飲みきそうわけか。勝ち目はないぞ。おいおい、言ってくれるな。こいつは特別に強い酒だ。さあ始めよう。いいだろう。最初の一杯だ。乾杯。何、どうすんの。お前の番だ。行くぞ。一杯飲みおごったぞ。もう一杯くれ。なんだ。そっちはどうだ。二杯目だ。楽勝だな。らしいな。こっちはもう限界のようだ。いいか、もう一杯飲めばそっちの勝ちにしてやろう。もう一杯だ。まだまだ余裕だ。すごいな。負けたよ。次は持ってき。お、せくれる。飲みましたぞ。お前とは楽しい酒が飲めそうだ。ワインが水みたいに流れてくるいい場所があるんだ。そこへ行こう。はい、顔色が悪そうだぞ。いつも言われるわそれ。起きなさい。あ、そうよ、さっさと起きなさい、この飲んだくれの冒涜者。ここはどこ。もちろんあなたは覚えてないでしょうね。何、ここへやってきて結婚とか愚か者について支離滅裂なことを言っていたのも、何、覚えていないんでしょうね。やられた。ということは反射を起こして聖堂中にゴミを散らかしたのも覚えていないわけね。すまない、なぜここにいるのかも思い出せないんだ。とっても助けてあげたいけど、あなたが散らかした聖堂を掃除するのにとっても忙しいの。お片付けを手伝ってくれて、それから謝ってくれたら助けてあげないこともないんだからね。どういうことっすか。後始末をしたらまた話しかけて。サムという男は一緒ではなかったか。リベラは愛と慈悲を教えているけど、だからといってただで質問に答えてもらってそのまま帰っていいわけないでしょ。ゴミを拾って、それから謝ってね。あなたが真剣だと思ったら手を貸してあげてもいいわ。もう、どの辺まで片付けたらいいんやろな。そんなになんか盗むんになるもんだって。もういいんちゃう。どこ行った。あった。お前片付けてへんやんけ。後始末をしたらまた話しかけて。後始末をしてそれから話しましょう。ごめんなさい、リベラ制度は閉まっています。祝福を受けることはできますが、他のシスターたちはおこもりをしています。これ盗むんだったら最悪やで。こっからさらに運ばされるっていうのだけは回避したいね。もういいんちゃう。どう、これで。あれどこ行った。後始末をしたらまた話しかけて。もう金払うわ。なんやねんな。まあ寄付ならいつでも歓迎するわ。くそ。ここへ来た時は大声でわめいていたけど、ほとんど意味不明だったわ。なんだかロリクステッドについて言っていたけど、心当たりはある。ロリクステッドでサムとツイについて尋ねる。もうちょっとすべについてたのに、わけのわからんことにさせんとって。ヘルガとベルシ、ちょっと行きたいけど、あれやね、今はなんか何かお困り、ややこしいことになっても困るし、普通に
ケルベ。マルカルスって何？なんかまた全然違うとこ来てもた。どこなんやろ、マルカルス。どこここ。マジで全然。いやもう全然知らんとこ来てもうた。怖っ。ラチやんか、もう完全にこんなん。すげえ、なんか切り立った崖の上みたいなとこにあるし。下の方に行ったらええの。ローンガードを改変しているらしいね。吸血鬼ハンターか何か、リフテンの近くの古い。リフテン、リフテンに行きたいんす。あ、ここ出口っぽいね。お土産に宝飾品はいかがですか。あら、このペンダントは姉妹に似合いそう。いつはボスの女のものだ。なんかよくわからん。あ、なんか切り合ってたんちゃう今。もういやーわー、なんか街中ですごい勢いで切り合いとか殴り合いとか起こるから醍醐味やけどね、スカイリムの。さあ、マップ見て。あれまだちょっと発見、マルカルス前。全然知らんとこ来てもたもんな。どこやねんな、ここ。ここ？ちょっと待って。うわ、めっちゃ遠いやん。マジかよ。ここやで、だってさっきおったん。なんという嫌がらせよ。なんかまあ、初めて行ったところが、あれですね、開いたからよかったけど。さあ、戻ってきたよ。お金、お金。お金を回収するけどよ。ちょっと、あれやね、昼まで、時間潰そうか。ニルフちゃうな。あなたもよそから来たのね。せやで。アスヨルシ。タイシス。ショル。怒らせるつもりはないけど、調子がいいようには見えないな。どこか具合が悪いのか。うちの食料スカイリム1よ。いヘルガとベルシやから。ちゃう。収穫したいと同じくらいの収穫だから。ヘルガとベールシーここは何？マーラの聖堂か。なんかどっか連れてくんやったらその辺にしてくれたらよかったのに。ヌーラ、マーガとヘルシー。あ、なんかお店っぽい。オナーホール、オナーホール。有名なアルゴニアの宝石職人が作った宝飾品さ。マデシはちゃうよね。ちゃうね、ヘルガとベルシアもね。こちらとええか。どけやすべ。生き残りたければ試してみませんか。マライズアラベル。スカイリムってでもあれやね、人んち勝手に入んのも結構醍醐味でしょ。エルグリムエリクシル、ちょっと入ってみようか。こ
インガンブラックブライアン。ごめんなさい、実験のことを考えていたの。ハフジョルゴ、ヒルグリフ。ここはひどく錆びれてしまったが、私のせいじゃないよ。インガンのように弟子入りに来たのか、それとも買い物か。いや、違います。また話は決まるときに聞くんで。あ、なんか地図にマーク出てる、ひょっとして。これは外に行くやつやからちゃうな。こっち？あ、ここか。もう全然上のマーカー見てなかった。ハニーサイド、鍵が必要です。鍵が必要。どっか裏からとか入られへんかな。これ外出るもんな。ボリーの家、ハエリンの家、スノーショット亭。これ開けても、あ、これ今開けて大丈夫やね。これでも上ってあれか、またちゃうんかな。ドアがないね。みんなどこおるんやろ。よいしょ。この辺の子らみんな関係ないもんな。ボリー具合が悪いのか。すげえ言われますけど、全然へっちゃらなんで。工具を買いに行ったのかい、それとも武器かな。ちょっとさっきの学校行ってみようか。 D&バルブ。マーラの祝福を。マーラの聖堂について。どこから始めようか。マーラは愛の女神だ。その聖堂では、やめるもの、マーラとか悩めるものを、マホールとか、その力の恩恵を広めている。他にも結ばれた男女にスカイリムで婚礼の儀を執り行ってしている。その聖堂で結婚式を挙げられるのか。無論二人の準備があればだが、スカイリムでの結婚とはどんなものか知っているか。知らんな。どうかな、思い出させてくれ。題してスカイリムにおける愛は、その民と同じように紳士なのだ。人生は辛く短く、そのため長く交際を重ねている余裕などない。伴侶を求める者は単にマーラのアミュレットを首につけて用意があることを示す。関心を示す者がいて、その二人が結ばれることに同意するなら、一方がこの聖堂に参り、我々が儀式を手配する。まあいいわ。無事に戻られますよ。あんたに用はないから、そこから消えてちょうだい。せっ。すげえ、もう喧嘩ってくる NPC 多いわ。まあいつもここんな、シャドル。スニルフ。高級宝飾品の売買はグレルカの防具を買って、もし施しが欲しいなら夫と話した方がいいわ。あなたもよそから来たのね。待てし。いらっしゃいませ。自分で宝飾品を作ってるのか。俺はタムリエルに残っている数少ないサクスリールの伝統的な宝飾職人だ。
だが悲しいことにこうした伝統の技術は失われつつある。試してみます。問題なのは材料の採取に危険が伴うようになってきたことだ。鉱山や他の町へと通じる道には山賊が大勢待ち構えている。確かにな。悪くなるにはこうなんだ。あいつらゴキブリみたいに出てくるから。材料を集めてくるから。もちろん十分にお礼はさせていただくよ。ああ、砂漠絵が増える。旅の方、次の捜索に必要な材料を探している。傷のないサファイアを2つとマンモスの牙を1つ、それと金鉱石の塊を1つだ。すげえ。サファイア上質。あ、マンモスの牙を持ってきた。これで作る造形はアミレットの象眼細工にぴったり合いそうだ。どんなもの売ってるんだ。まあ見てってくれ。結構いろいろ取らなあかんのね。1個買います。ボリタリオ清潔だし、重関節症なんかでもかかってないわ。具合が悪いのか。どういうあれなんやろ。高級宝飾品の売買はこの店で。開始スクリーン。リフテン水産の仕事は辛いが金は貯まるよ。ブライヤーの蜂蜜酒醸造所。私を煩わすからにはよほどの訳があるのでしょうね。どうした。ここにも一体何が望みなのです。なんでそんな半切れな。ちょっとお店へ入っただけですげえ怒られるっていう。くだらない世間話に。まだついてきた。ここ、要件は何や、あいつストーカーか。ドリファエルシーハニーハンド。さて今日はどうやって楽しませようか。こいつか。また今度。さて今日はどうやって楽しませようか。ちょっと伝言からやっか。なんだって。ああそういう類のやつか。ということはブリニョルフはもうわざわざ自分の足で来ることがないってことだな。伝言ってなんだ。意味は分かっているはずだな。俺が稼いだゴールドをむしっていながら自分らの身さえ守れないだって。バカバカしい。自分の身は守れるさ。信用しろ。俺らがリフテンから追い出されるのも時間の問題だ。同感だ。さあやることが山ほどあるんだ。残念だがお引き取りいただこうか。はっ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 は。ベルシの貴重なドワーフ壺を粉々にします。どれやろ。ドワーフ壺、ドワーフ壺、これかな。悪いな、もう行ってくれ。ブリニョルフにこっちの金なしで支払えと伝えてくれ。ベルシが私の悩みの種なのです。払いなさいベルシ。マスカ、悪いな、もう行ってくれ。ブリニョルフにこっちの金なしで支払えと伝えてくれ。壺こっちじゃないな。さてはこっちやろ。ドワーフの壺。
消費隊長は解散されていない。なんなん、どういうことなんや。これドワーフの壺やろ。金庫に入ってる。欲しいな。結構欲しかったからこの辺ちゃう。よし、心配してるし、炎上ダガーとかあるわ。まあちょっと盗んだ悪いから盗まんといたろ。じゃあ逆にどこにあんねやろ。見習いのこのとこ近、こんなとこに壺入る。あの上のやつかな。そんなことをするなんて信じられない。やめてくれ。払いなさい、ベルシ。お金を持ってたらちゃんと払っているから、そんなことまでする必要ないだろう。信じられない。くそ、あの壺は高かったんだぞ。他にも何か詳しくしてるか。分かったから、これからは期限内に支払うよ。もうこれ以上何も壊さないでくれ。ほらゴールドだ、持っていけ。もうそっとしておいてくれ。かなりあれやね、無茶なことするね。でもう一個って宿ややっけ。なんかとか多分像を盗んだとこやな。その辺ちゃうな。ブラックプライヤー邸ではないよな。試してみませんか。あれ、なんとか邸とかではなかった気がするねんけど。ローカルマップアットウェイサベル。あれどこやったっけ。あ、これや、ヘルガの宿舎。ここか。いやー、やっとお金が全部回収できそうな感じ。あなたなの。お願い、ひどいことしないで。何のことかな。伝言がある。知っているわよ。町中を怯え上がらせているのはあなたね。そうさ。さあお願い。そんなことはやめて。ことつては受け取ったわ。報酬も払うから。やった、完全任務完了です。まあざっとこんなもんですよ。物乞い通りやって
ういう高さの概念がある町は迷子になりやすいと思うわ。ここか、開ける。カットウェイ。さあさあ、ここやね、ここここ。ここを渡るともう着くんですよ。あれ、行き過ぎたかな、こっちや。すげえ早いやろ、もうめっちゃ迷ったわ。着いた着いた。いやー、ようやくですね。あれ、どこ行った？話し相手だったら、フラゴン以外の場所で探すんですね。厄介ごとに近づくな。さもないと、厄介ごとが起きる。いや、何言ってんねん。こんちか。ブリニョルフが必要な情報をすべて教えてくれる。俺、ブリニョルフどこおんの？ここじゃないんかいな。仕事を終え、金も持ってきた。しかも金の問題も大したんだ。どこ？死体を捨てて衛兵を黙らせれば結構な金がかかるからな。え？どんなの話？これが金だ。よくやった。どうやらお前にはお返しをしないといけないようだ。ほらよ、これなら役に立つはずだ。何くれる？お、なんかいろいろ毒。では次は？あの天使どもの相手をした働きから判断して十分なくらい力を証明してくれた。俺たちにはお前のような奴がいる。より収益が上がるなら入ろう。その息だ。窃盗はお前の天賦だな。熟達した盗賊の証さ。お前ならここに馴染むどころの話じゃなくなりそうだな。行く前に聞きたいことがある。噂によればいろいろ問題を抱えているようだが本当か？いくつか問題もあったが気にすることじゃない。こうしよう。お前が金を稼いでくれるならそれ以外の厄介事は全部俺が引き受けよう。どうだ？わかった。もう質問がないなら俺についてきたらどうだ。俺たちのことを教えてやる。仕事の始末。ブリニョルとメルセルに会ってから戻ってきなよ。小さな我が家へようこそ。私はギルドの見張り番の一人でデルビンの警護をしています。もうなんか実はみんないろいろ役目があったってことやね。あ、なんかお保管用飾りだな。すげえ。貯水池。あ、なんか誰か立ってる。怖っ。映画みたい。あ、なんか誰か来た。すべえ。すべえ。びっくりするわ。ちょっと一瞬本当に山賊かと思うからね。さあ。メルセル。メルセル。さっき言っていた信じりっていうのはこいつのことだ。戦ってんやつ。ブリニョルフ、こいつがギルドの資源を無駄にしないことを願うよ。話を進める前に一つはっきりさせておきたい。おきてに従って行動すればお前は金持ちになる。おきてを破れば分け前を失うことに。話し合いの余地はない。こちらの言う通りやってもらう。言っている意味は分かるな。すげえ偉そうやな。おきて？盗賊とおきてが何の関係がある？お前は新米だから今の発言は聞き捨ててやる。順番を忘れてまた質問してきたら次は厄介なことになるぞ。さて、全部了解してもらえたな。分かった。よし、じゃあお前がどれだけ優れているのか試してみようか。ちょっと待て。
ゴールデングローのことを言っているんじゃないだろうな。うちのベックスでさえ入り込めなかったんだぞ。この新米が俺たちの仕事に適任だっていうのか。ああ、自分で戦争を証明させてやるか。うちの重要顧客の一人にとってゴールデングロー農園はなくはならないものだ。だがその所有者が突然勝手なことを始めて俺たちを締め出しやがった。だからそいつにしとるべき教訓を与えてやらねばならん。詳しい話はブリニョルフに聞いて。メルセ、何か忘れてると思うか。え、ああそうだ。ブリニョルフが言うにはお前は使い物になるそうだな。やった。いや、仲間入りだ。盗賊ギルドにようこそ。ついに盗賊ギルドのメンバーに。ファミリーへようこそ、小娘。お前には目いっぱい稼いでもらえると期待している。失望させるなよ。で、分け前を得るにはどうすればいい？簡単だ。言われたことをやりつつ、刃は汚すな。最近じゃ利益は出ないからな。デルビン・マロリーとベックスに話すといい。あいつらならこの周辺のことを知っているし、他の仕事も回してくれるだろう。なあ、それからフラゴンにいるトニリアに話すといいぞ。彼女が新しい鎧を調達してくれるはずだ。へえ。ゴールデングローの仕事について教えてくれ。ゴールデングロー農園は養蜂場だ。あの小さな厄介者ども、蜂蜜のために育ててるのさ。アリンゴスという名前を口の達者なウッドエルフが所有している。養蜂場の蜂の巣を3つ燃やし、母屋の金庫を空にして、奴に身の程を知らせてやれ。問題点は養蜂場全体を燃やし尽くしてはならないということだ。なるほどね、金にならない。そんなことをしたらメルセルの言っていた大事な客が激怒するぞ。その客は何がそんなに重要なんだ？ギルドがこの地で順調にやっていくには、有力者との取り決めがなくてはならないのさ。なるほど。有力者の支援がなくなったら、俺たちも窮地に立たされるぞ。アリンゴスはどうする？メイビンはアリンゴスが生きていることを望んでいるが、もし仕事の邪魔をしてくるようだったら、やるの。やっちゃっていい。この件にはギルドにとって多くのものがかかっている。失敗して俺に恥をかかせるわよ。オッケー。どうやって蜂の巣を破壊すればいい？あれは天候に耐えるため、小さな要塞みたいに強固になっている。だがたった一つ炎が弱点だ。それにでかく昇る煙の柱ほどリフテンの人間に本気を知らしめるものはない。なるほど。なぜ農園全体を破壊しないんだ？一つ納得できる理由をやろう。メイビン・ブラック・ブライアだよ。ああ。巣をすべて燃やせば、ブラック・ブライアの蜂蜜種醸造所で使う蜂蜜を他で手に入れなければならなくなり、利益が減ることになるんだ。なるほど。まあ、大体わかりました。あの島では自分の身に気をつけろよ。あの傭兵どもは捕虜など捕まんからな。注目の的だぞ、コムス。キレるキル。注目されるとな。お前は今注目の。あ、わかったからね。すげえ注目されてるやん。何回も言われるから、どないやねんって思うよね。ブリニョルフの新しい子分か。トリニア。あんたが新入りかい？そうです。これからは。お互いによく知り合わないといけないね。なぜなんだ？私が盗品の買取窓口だからだよ。盗んだものを持ってきたら、その分だけゴールドを支払う。当然ギルドへ納める分を引いてからね。仕事に役立つ物資を安く売ることもできるよ。金のかからないものはないのか？ディルジに頼んで頭をぶん殴ってため息に突き落としてもらおうか。すげえ怒り。この商売を長くやっているといろいろな人間と会うもさ。強気に出たり、利口に立ち回ろうとしたり、そりゃいろいろとね。結局大事なのはどれだけ稼げるかってことさね。
あんたにもいずれわかる。わかった。そうならこれ以上言うことはないよ。これがボーム、せいぜい無駄にしないことだね。ありがとうございます。お、なんか全身もらっちゃったね。あ、ついに。じゃあね。珍しい石の剣が肩がつく。ビックス。お前は今注目の的だぞ、小娘。失望させるなよ。始める前に2つほどはっきりさせときたいことがある。まず私はこのネズミ穴同然のギルドで最も優秀な盗賊だってこと。もし取って代わろうと思ってきたんならとんだ見当違いってね。そして私が指示したら言われた通り正確にやること。質問なし、言い訳もなしだ。お互い理解できたな。めんどくさそうやなこいつ。じゃあ早速小手調べといこうか。仕事の話でなけりゃ長々と抗議しても時間の無駄だからな。仕事とはどんな。あの言葉で取り繕うつもりはないよ。ここらの景気は最悪だ。なぜそうなった。さあね、デルビのジジイが言うには呪いだかなんだかのせいらしいけど、イカれてるやつを真に受けてね。言わせてもらえりゃただ運が悪いってだけさ。それで何をすれば。街に出て私たちの名を再び轟かせるんだ。住民どもをまた昔のように震え上がらせてやろう。そうやって励んでいりゃさ、知らず知らず多少の小銭もたまるってもんだ。悪い話じゃないだろう。なるほどね。この変わった宝石は価値のあるものなのか。久しぶりにお目にかかる代物だね。まさかバレンジアの石の一つを持ってくるなんてさ。価値のあるものなのか。この状態のままじゃ価値はないな。この石を昔バレンジアの儀式用の王冠を盗んだ盗賊が追手を巻くために取り外したものなんだ。何個存在している。全部で24個とか。ほとんどはただの骨董品としてしまい込まれてる。ギルドにはもう何年も石の在りかを探し続けてる連中がいるが、成功したやつはいない。今の今まではな。本当にこれを買うつもりはないのか。いいかい、私は手っ取り早く金になる品しか買わない。こういう石は全部揃ってないと買い手がつかないもんなんだ。そんなわけだからこうしよう。残りの石を全部見つけたら改めて商談に乗る。じゃなきゃお守り代わりにでも持っとくんだな。なるほど、結構あるんやね。別の仕事をすることでどうギルドの助けになる。本気で言ってるのか。ギルドの月が傾いてからこっち。ギルドは1ゴールドだって稼げてないんだよ。そして金の切れ目が縁の切れ目ってわけさ。昔はここに最高級の品が集まってたもんだ。ラットウェイはまるで宮殿だった。栄光の日々を取り戻す方法があるとすれば臨時の仕事をこなして再び収入を回復することだけだな。栄光の日々とはどのようなものだ。フラゴンはかつて町の中にある町だった。専属の鍛冶屋も錬金術師も何もかも揃ってた。もう一度スカイリムで名を挙げられたらあの商人たちもきっと戻ってくる。かけてやってもいい。何より誤る金をばらまいてぬくぬくと贅沢に浸る暮らしにまた戻れるに越したことはないよな。新しい仕事を受けられると聞いた。私が扱うのは泥棒、おとり、いっそそれに強奪の仕事だ。大体は住居侵入絡みだよ。いいね。この手の仕事は好かないってならデビンに聞いてみなよ。もっと人に間近で接するような仕事を回してるから。なるほど。あ、泥棒から行きますか。うぅ、泥棒ちょろいもんだよ。家に押し入る、標的の品をつかむ、住人に気づかれる前にずらかるな。簡単だろ。問題は現場の住人誰一人殺しちゃいけないってことだ。起きて破りには過料を課すよ。一応やってるか。昔ながらの強奪仕事だ。その話乗ったぜとっさん。これがやってほしいことだよ。開始。泥棒の仕事。暴虐のコブレット、億万度の家、
マスクから、まあまあ、お前は今注目の的だぞ、小娘。失望させるなよ。ウリニョルフだって？当ててみようか。彼は通りからお前を引っ張って何も言わずに事の真っ只中に放り込んだんだろ。違うか。大体そうやね。助言はいつでも歓迎だ。やっぱりな。そういうやつは金持ちになって長生きし、戦略者ってたみたい。楽しみたいと思っている人間だ。仲良くやれそうだな。お願いします。もし事情があるのなら、ギルドの再建に役立つ追加任務はたくさんある。再建？周りを見てみろ。フラゴンもギルドも何もかもがバラバラだ。20年から30年前まではここはテッドと同じくらい賑やかだった。今では汚らしい奴につまずかない方が珍しい。何が起こったんだ？いいか、こういうことを言うから少しイカれてるって周りには思われているが、それでもはっきり言わせてもらおう。我々は何かの怒りを買っている。それが誰なのか何なのかはわからない。だが我々の理解を超えた何かが存在している。呪われているんだよ。なるほど。呪い、どうすればいいんだ？どうすればいいか教えてやる。その呪いを覆すんだ。そうすればここの物事は好転する。元のあるべき状態に戻る。そこでお前の出番だ。再建を始めるにあたって仕事は腐るほどあるぞ。お前は尋ねるだけでいい。それで我々二人とも全く傷つかないです。ギルビンから盗賊ギルドについてもっと学ぶ。じゃあゴールデングロー農園について何か知っていることは？正解を怠るな。アリンゴスのエトと傭兵は殺人の訓練を受けている。なるほど。かわいそうに縮こまったベックスに聞いてみるがいい。ああ、ベックスは失敗してるのね、一回。じゃあ新しい仕事を受けられると聞いた。わかっているのは、スリとスリ。あ、スリいいね。盗み、個人のスキルが必要な仕事だ。その辺やりたいです。スリが得意なら、ベックスと話すんだな。おお、数字をいじる仕事。使い入りの大部分の店は、ああ、あったね、さっき隊長。を残している。その帳簿の数字をいじるのがお前の仕事になる。我々の別の仕事で生じた不足額もこれでまともに見えるというわけだ。少し書いてみたくなっただろう。うん、ちょっと面白そう。やってみよう。ようやく根性のあるやつが来たな、再建。ところで今日はどういう要件だ？なるほど。これ一個ずつしかできないね。クリーンに頼むぞ。お前の手についた血なんか見たくないからな。お前は今注目の的だぞ、コムス。あとは？失望させるなよ。小さな我が家へようこそ。私はジルドの見張り番の一人で、デルビンの警護をしています。 X、 お前なんかあれやね、やったのかどうなんだ。ゴールデングローで困ったことになったと聞いた。ああ、そうだよ。あのずる賢いウッドエルフめ、思ってたよりずっと頭の切れるやつだった。あの野郎、衛兵を3倍以上に増やしてたんだ。信じられるか。8人はいたはずだな。超えるもんなら3倍24人だったの。婦人だったよ。3倍が合ってへんねんけど、そこに入るにはどうすればいい？そうだな、古い下水道トンネルが島の北西側にある湖から続いている。私はそこから潜り込んだんだ。まだ見張りもいないはずだよ。おお、いろいろ幸運を祈ってるよ。クエスト受けましたね。ほら、すげえいっぱいある。サブもこんなにやのに。マベシのためにいろいろ見つける。無傷のアメジストとか、無傷の、まあ、サファイアの上質とか、いろいろありますね。ミフテンのスクーマーのディーラーを確認するっていうのもあるね。あ、ドラゴンのやつ。これあれやね、メインクエストやね。ゲライ放置してるけど、これはなんかあれか、レッドガード、あ、なんか探せ言ってたね。ドーンガード、ヴァンパイアハンターの一覧あったね。その夜から目覚めたが、何か起こったか今日かな。これさっきのやつな。草の根分けても珍しい石は24個ある。これ大変そうやね。次は
泥棒の仕事ね。これ面白そう。数字の仕事、大凶のやつね。で、響き渡る声明は、盗賊ギルドの威信をかけたやつと。なるほど。じゃあちょっと次回この辺のクエストをいろいろやっていきたいと思いまーす。自供ガエルは早逃げの脱力スカイリムでした。チャンネル登録もよろしくね。またねー。